カズトの右斜め上から。はいはい、始まりました右斜め上からでございます。今日のアシスタントはこの方、チワワクータンこと黒瀬カエです。はい、じゃあどうぞ。はい、明けましておめでとうございます。昨年はいろいろとお世話になりまして、応援していただきまして誠にありがとうございました。本年も頑張っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、そんな今年なんですけれども、新年早々ですね、ケーステのお正月特番1日お休みしてしまったんですけれども、その日は本当に大変でして、31日の大晦日放送が終わって早朝家に帰った時にですね、最寄り駅でパスもこう改札でピッてやった時に気づいたんですけど、その運賃が50円足りませんということで、お財布見たらその千円札入ってないのでチャージできなくて、小銭を見たら40円しか入ってなくて、あーってなって、それで改札の駅員さんに、すいませんちょっとお金下ろしてくるので一回出してくださいって言おうと思ったら、早朝で元旦ということで駅員さんいなくて、そのビデオで監視していますというふうに表示も出ているので、何もこうちょっと一旦出てお金をチャージしに戻ってくるということもできず、駅2つぐらい前に戻って、そこから歩いて帰ったという状態でして、もうそれで風邪をひいてしまいまして、本当にその節は1月1日に出演したケーステーションタレントの方々、本当にご迷惑をおかけいたしました。誠に申し訳ございません。そんな1日からそんな状態な私ではございますが、今年体調管理もしっかりとして、いろいろな活動の幅を広げていけたらいいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、なるほど。はい、はい、ということで、ね、アホな感じね。本当に自分もアホだなと思いました、うん、ちょっとお金を下ろしてから乗ればよかったんですけれど、てか別にもうそのまま出ちゃえばいいんだよ。ダメだよ、ダメだけど後からお金払いますってね。はい、うん、そうなんですよね。もう本当にその時焦って、うん、どうにかできないかなって思ったんですけど、うん、いや金さん探してもいないんですよね本当に。まあしょうがないね。はい、まあそういう時駅員さんに言うと、まあ、いいよいいよって言ってくれるんだけどね、実際は。そうなんですか、うん、そうなんですか、うん、いたらよかったのに。いやいや絶対いたよどっかに。あーそうなんですか、うん、なんか駅のホームまで探したんですけど見つからなくて、なんか本当に人がいなかったり。だったらもうしょうがないからね、後からもうお金に払いきますって言って出ちゃえばよかったね。そうなんですよね、うん、本当に。いやなんかこう改札通ろうとするとピコーンってなっちゃうじゃないですか。あ、だから駅員さんの横のところに改札あるじゃん。あ、はい、あそこから行けばよかったね。え、そうなんですか、うん、へえ、そうだったんですか、うん、あれもピコーンって閉まっちゃうんじゃないんですか。あそこは多分閉まんないと思う。あ、そうなんですね、うん、あ、じゃあもし次回あったらコンビニ一回そこを取ってお金を下ろしてからまた戻ろうと思います。かもしくは多分駅員さんなんかボタン押せば絶対出てくるから。あ、ボタンってあるんですか。あるある。あ、なんだ、うん、あー本当に焦りました。あの時私ここから 駅の中から出られないんじゃないかと本気で思って、うん、駅員さんが来るまでなんかもうどうしようと思って、うん、駅のホームも寒いじゃないですか、うんうん、もう本当に途方に暮れましたね、うんうんうん、はい、なるほどね。きっと同じ方いるはずですよ。いないと思います。いやー気をつけなきゃいけませんね。だね、はい、はい、ということで今日は何でしょう。あ、はい、本日は洋画でですね、ムーンライトマイルです。おお、知らないかも。見たことないですか、うん、まあ、新年早々なのでお正月番組をお正月の映画を探せばよかったんですけれど、うん、すごい気になってしまってこれを選んでしまって、うんうん、とある主人公の男の人がいるんですけれど、うん、その男の人の婚約者が死んでしまったんですね、うん、その強盗に、うん、その強盗にその銃で撃たれたんですけれど、うん、その強盗じゃないんですけれど、まあ、強盗のような人ですね、うん、その人に銃で撃たれてしまって死んじゃうんですよ、うん、でもその女の人は殺されようとして殺されたわけではなくて、その人と一緒にいたその強盗の奥さんを殺そうとした流れ弾が当たったみたいなんですよ、うんうん、だから
本当にその狙われて殺されたわけではなく、ただこう、うん、殺そうとした人の近くにいたからたまたま殺されちゃったみたいな、そんな風な死に方をしてしまったんですね、うん、そうなるとその女の人のお父さんとお母さんもこうなんだろう、なんとも言えない気持ちじゃないですか、うん、でもなんかこう娘を殺されたからということで刑事裁判に持っていけないらしいんですよ。あ、そうなんだ。その映画ではそのような感じになっていて、うんうんうん、その妻を自分の奥さんを殺され、じゃあ自分の娘を殺されたからっていうことで訴えようと思えばできるかと思いきや、そうはできないって弁護士の女の人が言ってるんですね、うん、その奥さんがその旦那さんのことをその起訴すれば、うん、大丈夫だけれども、うん、その奥さんがその旦那さんのことをやっぱり好きって言い出したから、その旦那さん、その殺した男の人を、うん、死刑判決にはできないかもしれないみたいな、うん、もしくはその懲役5年ぐらいで出てきてしまうかもしれないみたいな、うんうん、そんな話なんですけれど、うん、でその主人公の男の人と、うん、その婚約者のお父さんお母さんと3人の話なんですね、うんうん、最初は、うん、そのお父さんとお母さんは自分の大事な一人娘を殺されてしまったっていうことですごい落ち込むじゃないですか、うんうん、なので唯一の拠り所がその娘の婚約者の男の主人公の男の人なんですよ、うんうん、だから、ちょっと、うん、あっていいことなのかわからないんですけれど、その結局結婚しなかった、うん、ある意味赤の他人な、うん、その主人公の男の人を支えにして、そのお父さんとお母さんがこうなんかこう落ち込んだり、なんですかね、裁判とかに出ていったりとか、うん、そういう話なんですけど、あ、なるほど。でも実はその男の人とその殺された女の人は、うん、その殺される3日前に婚約解消していたんですよ、うん、こっそり秘密で。なるほどね。だから こんがらがってくるんですよ、うんうん、私もこんがらがってるんですよ、はいはいはい、すごい複雑じゃないですか、うん、そうなってくると。そうだね、うん、お父さんもお母さんもそのこと知らないで、うん、私の息子になるはずだった人、あ、そうかそうか、という形で、うん、そのすごいなんかこう男の人に対してこうのしかかってくるわけですよ、うん、すごい頼って頼って、うん、なんかこう男の人が家から出ていくのも許さないみたいな、うん、なんで出ていこうとするの、なんかうちで過ごせばいいじゃないとか、食事会も過ごせばいいじゃないみたいな、うん、でも男の人たちはもうその男の人と殺された女の人はもう私たちは付き合っていけないねって、うん、親友以上にはなれないから別れましょうって言って恋愛感情なく別れてるわけですよ、うん、なのでそれって男の人にとっては辛いじゃないですか。あ、まあそうだね、これから恋愛もしたいのにみたいな、うん、なのでそういう状態でとあるまた別の女の人が出てきてみたいな、うんうん、そういうなんかこうぐちゃぐちゃっとした感じの、なるほどね、なんとも言えない映画なんですよね。なるほどね、そっか、はい、確かになんとも言えない、なんとも言えないね。そうなんですよ、大体もちょっとあまり現実的じゃないし、はい、うん、見てあーって思いましたね、うん、あ、そうなっちゃうんだって、男の人もなんか新しい女の人に行っちゃうんだって、そっちの方に惹かれて行っちゃうんだっていうのも何とも言えないですけど、でも仕方ないじゃないですか。あ、まあそうだね、うん、もう円満に3日前にもう別れちゃってるわけなので、うんうん、でもお父さんとお母さんはそこまでその男の人に頼り切っちゃう、本当の婚約者だったとしても頼り切っちゃいけないのに、そうだね、うん、すごいもの仕掛かってくるんですよ、うんうん、一緒に経営している不動産を一緒になんかこう成り上がらせていこうぜってお父さんは言って、うんうん、お母さんはなんか私の話を聞いてみたいな、うん、なるほどね、うん、いや複雑ですね、複雑な、そっか、ね、いやいや、うん、まあまあね、うん、なんか見るとわかります、あーっていたたまれない気持ちになります。まあ見ないけどね。見ないですか。あんまり得意なジャンルじゃない。そうですね、なんかなかなか見ないジャンルの、あんまりちょっとね、なんだろう、何を言いたいんだろうって感じだよね。そうですね、なんかこう3人のお父さんとお母さんとその男の人と3人でこう気持ちを支え合ってっていうものだったら、まあ、分かるけどね、分かるじゃないですか、うんうん、女の人が別に出てきてしまうっていうのが、うんうん、私最初後ろのあらすじを見て、やっぱり俺は
そのあなた方の娘さんが好きだからこれから3人で生活していきましょうってなっていくのかなって思ったら、いきなりなんか知らない女の人が出てきて、うん、なんか恋愛を育み始めちゃうんですよ。なるほどね。えってなってなんかちょっとびっくりしましたね。それはちょっとね、はい、わかんないけど、うん、はい、ということで、はい、新年一発目、新年一発目、まだ微妙なものを暗い映画になってしまって、わかりました、はい、まあこれからね、いろいろと新しい映画を紹介していきたいと思いますので、はい、はい、よろしくお願いいたします。ということでまた来週、バイバイ、バイバイ、ママチー。